皆さんおはようございます西良平です今日が4月の2日、えー、火曜日ですねはいということで僕は無事に福岡の方に帰ってきました福岡に帰ってきたらなんか来る時はもう咲くだろうなねじわじわ来てるなっていう感じだったんですけどもう満開ですあの桜がですねはいなので皆さん花見ぜひともやってくださいね えー、昨日は香取貴信さんと2人でタンクトップで出てきましたけど撮る前に筋肉ネタやらなくちゃいけないって話したらじゃあタンクトップだろうとかいうわけのわからない話になりましてその上でタンクトップで撮ったんですけどね、はい、コメント欄の中にはあのタンクトップも脱いでくれってのありましたけど <laughs> 脱ぐとバンされますんで、はい、なんですけども、えー、そんな感じで昨日は「エイプリルフール」っていうことで皆さんどんな嘘をついたでしょうか人を傷つけないうそですね。 で口から出たたっっていうこともあったりするのでやっぱり言霊の意味でやっぱ予祝ってもの自体もまだ起きてないんだけどそれが叶ったもんだってやっていくっていう一つの嘘だったりするかもしれませんよね。そういう風にして考えた時に人を気をつけずに誰かを喜ばせるとかそして自分を奮い立たせる嘘っていうのは時々とっても重要ですよってお話をさせていただいたんですけども、まあ、どんな嘘をってつきますかっていう中でもあるんですけどね。あの僕が本当昔 言言葉を使ってていくくにによくうちの師匠に言われてましたこれは注意しなさいあれは注意しなさいと言われてもう例えて言ったらそうですね前の動画でも言ったことですけれどもすんごく調子がいい時に「絶好調」って言葉を僕が自分で使うと怒られてましたね。「絶」っていうのは止まるって意味だって言われてあの人が「あの人今絶好調だよね」って言うのはまだいいんだけどってあなたの口から「絶好調」っていう言葉が出てくるのは お前の流れが止まる時だって言われてそんなことあるって言った時になぜかってあんたが調子に乗ってるからって言われたんですねああでもまあ好 <laughs> 調ですって、うん、あの大変好調ですって言うけど絶好調の絶ってなったのは止まってしまうってう意味だからお前の口から出る時は多分これ僕に対してだけかもしれませんねとかあとこれも皆さんよく使ってるかもしれませんけどもお金はって言った時にないこれ危ないんですねあの本当に1円も持ってない人なんてそうそういないと思うんですよね あの誰かと比べてないっていう言い方をしてるのかもしれないんですけどもうここにも言霊がが宿宿るんんでですすね言が宿っちゃうんですだからそういう風になってしまうと「ない」っていう言葉を使ってくるとお金がどんどん逃げていくよって言ってあのもし本当に「私は本当は10万円持ってたいんだけど今そこまでない?」ってなるんだったら、えー、例えばねよく飲み会に誘われて「あの今週行かないか?」って言われたら「いや今お金ないんだよ」っていうものじゃなくて「あ今はないけど」とかね。 えー、いくらいくらあるんだけど別で使うからっていう風にしてしっかりやっておかないとないっていう言葉の中でお金がないっていう言葉を使っちゃうとお金金融が出ていくぞっていうことをよく言われてましたねでもそういう風に考えるとあのないっていう言葉使いますよねお金がないとかっていうものに関してはねその言葉は使わない今はないとかねいくらいくらないとか っっってううててていいいうう風にしやくんだよっていう中でそうでそすね僕もあの言葉そうねうちの師匠やっぱりそうやって考えると脳のことも相当知ってますよね脳の勉強っていうもの自体もよく知ってるのかなって今思えばあの思うんですけどねあの僕たちのはの脳っていうのはスペシャルコンピューターって話をねあのど過去の動画の中でも何度かお話ししたんですけどもあの問いかけると 必ず答えを導き出そうとしてぐる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 頭の中で考えてくれてる僕たち本人がもう忘れてしまってても脳はずっと働いてくれてるんですよねもう分かりやすい例っていうのはどっかで聞いた昔のあの歌何だったっけって何だったっけって自分に対して呼びかけてしまうと脳はその瞬間から考えます考え始めるずっとでもそのことを忘れてしまう僕たちはあの歌何やったっけってでもそのこと自体忘れてしまって何でもない時にポンと降りてくる歌がね そうだあの歌だって思い出すのはその期間もずっと脳は考えててくれたからですよねっていうふうに考えた時に、まあ、使っちゃいけないっていう言葉の中で一つは、まあ、僕の場合は絶好調って言ってる時は僕が調子に乗ってんだって言われてよくあの頭引っ張っれてましたけどもあとはお金がないとかっていうのねないはずないよって1円でもあればお金がない人じゃないっていう言い方をされてたしその中でやっぱりよく言われるのは難しいですね。 これいやそれちょっと難しいですねって言った時点で実は脳は難しいっていうことを唱えちゃうと考えることをやめるぞって言われたことがあってでそうなんだと思ってあの例えて言ったら皆さんにも自分が例えば理想とする年収の壁があると思います。今300万の人は500万になりたいし500万の人は1000万になりたいと思った時に今500万の生活をしてる人が1000万ですって言った時に。 いや、難しいよね、それは。今これだけ働いてて、これだけのことを時間も使っててやってるんだけど、その上で今これぐらいの給料でしょって、それを倍にするって言ったら、いや、ちょっと難しいよなって言った時点で、脳はその答えを導き出すこと自体をやめてしまうんですね。やめてしまうんです。だから、そうやって難しい。何か目の前にある難題があった時に、いやー、それ難しいですよねって言った時点でもうそれ自体が考える。答えに至らない。アイデアも降りてこなくなっちゃうよってことを言われたことがあるんですね。だから僕も、 いやこの年収に行くのは難しいですよねっていう言葉を使ってると本当に難しいかって言われて今あなたが難しいって言った言葉を使った時点で脳は考えることをやめてしまったぞって言われたことがあるんですねだからあそうかと思った時に例えば昔魔法の言葉魔法の言葉で言うと <laughs> めちゃくちゃだなと思ったことありますけどねあの本当ちょっと借金解消を得たぐらいのタイミングですかね借金解消を終えたぐらいのタイミングで あのー、収入の壁っていうものに対してぶつかった時に例えて言ったらですよ年商1,000万は簡簡単単じじゃゃなないいでですすよね簡単じゃないと思うんですそういった時に、あのー、いやそりゃ難しいですよって言ったらうん、うん、違うとあの違うよって難しいって言ったら考えることをやめてしまうからだから覚えててほしいことは、うん、じゃあ魔法の言葉を教えようって魔法の言葉ね年商1,000万年商1,000万って言ったらねくしゃみと一緒って覚えとけって言われて。<laughs> ちょっと待ってと、待て何どういうことって瞬間にいつでもなれるしできるってことだよってだからもう年商1,000万くしゃみと一緒ってねあのもうそんなもんだと覚えときなさいって言って難しいと思うとなっちゃうなので私は年少1,000万になるもしそうだったらまあ別にくしゃみと一緒っていう人はないんですけども年商1,000万くしゃみと一緒って覚えとけって昔言われたことがあってはあそうかとでも本当に私がなりたいものを具体的にそれを思い描いて私たちがそこを呼びかけるとそれ自体は そこの答えとかアイディアをちゃんと出してくれるしこの答えを導き出すために体があ脳が動き始めるっていう話をねずっと言われたことがありますなのであ昔教えられたのは自分が理想が年少1000万とするんだったら年商1000万くしゃみと一緒って覚えとけってことを言われてはあと思いましたねそういう経験をしていく中で僕はねこのいろんな壁を突破することができたのであの難しいって考えないつまり今日ね えー、花見っていうタイミングで多分皆さんは今週末ぐらいまでは多分いい感じで花が咲いてると思いますのでどっかのタイミングで、あのー、お花見をすると思うんですその時いろんなエネルギーを多分皆さんは吸収すると思うんですけどもその時に何という言葉を使うのかねまあ嘘じゃなくてもその上でう、えーまあ、嘘つまり予縮っていう形でもいいしまだ起きてないことなんだけどそれに対して何かを言うんだけどもここで本当に注意してほしいことは皆さんがなりたい自分を思い描いた上で多分そこになっていこうとする。 それに対して私たちはちゃんと問いかける。ただし、ここで使っちゃいけない言葉は難しいとか、そんなことできるはずないよねっていうことを出しちゃうと、脳自体は止まるんです。考えることが。だから、できるよ、できる、できるって、その時は本当、普段はなかなか言えないかもしれないけど、この時だけはもうちょっと強がり言って、もう嘘でもいいから言っちゃうぐらいの気持ちで、やることがとっても重要ですよってことをぜひとも覚えておいてくださいね。その上で 普段から使っちゃいますね。ないとか、その上で、ない、お金ないとか言っちゃうし、その上で、あそうかって、一 <laughs> 応1000万くしゃみと一緒かって、そういう言葉をね、使っていくと、ちゃんと脳がそこに答えを導き出してくれるよ、それで運を引き寄せることができるよって言われたので、えー、楽しい花見もそうですし、普段から皆さんがどんな言葉を使っていくかっていうことで、私たちの流れは絶対に変わっていきますよってことを、ぜひとも覚えておいてくださいねっていうことです。はい、そんな感じで、楽しい花見もそうですし、僕はちょっとここで人段落がついたので、 えー、ちょっととのんびりしようと思います、はい、その上でどうすっかな、はい、どうすっかなっていうか、まあ、別に仕事がないんじゃないんですけどね、はい、あのむしろ今までが公園の仕事があまりにも多かったのであのここで1回一回人切りをつけて、はいまあ、ちょっとしばらく漁師に戻りましょうかね <laughs> 漁師って漁師お前は漁師かっていうぐらい昔は海に釣りに出てってたので、まあ、ちょっと釣りの時間を作ってもいいかなとは思ってます、はいえー、そんな感じで家族と一緒に過ごす時間を大切にしていこうと思ってますはいそんな感じですかね なんか気配がしますけどねはい気配がしますけども何の気配かはちょっといや大丈夫ですよね大丈夫ですね。 はいそんな感じですねはいそんな感じでえー、言葉の使い方その上で上手に人を傷つけない嘘を使うことそして強がってみるときもとても重要ですしそれを予殖として考えた上でお花見の下で今この時期とってもいい時期ですので上手な言葉を使ってみてくださいね僕たちの口癖が人生を作っていますなのでその中であそれ自体が私たちの脳に働きかけてるものだっていうことも知っておいてくださいはいそんな感じですということで今日も原曲皆さんをガッツポーズで見送っていこうと思いますではいきますいきますせーの よっしということで今日も元気よくいってらっしゃい。お気をつけ